皆さん、こんばんは。どうも、イラストレーターのしぐれういです。ちっさ。ああ、しまったな。エコーかけんの忘れてたんだわな。あけまして、おめでとうございます。どうも、かかってないぞ。まあいいんですわ。存在感がでかいから声をでかくしなくてもいいんだわ。いや、違うんですよ。去年もこのパターンだったかもしれないんですけれども、今年は、なんとね、ほら、正面を向けるということで、真正面から皆さんを見つめていますよ。皆さんどうも、いつもとほぼ変わらない。うるさいですね。ういままに賽銭をぶつけるゲーム。いや、そういうゲームではありませんから。小銭投げないでください。違います。的が小さいから当たったらラッキーとかそういうゲームではありません。はい。ということで。なんで賽銭箱に入ってるの？違います。賽銭箱に入っているわけじゃなくて、賽銭箱の奥にある、なんか神様が座っているところに座っているわけです。うん。当たれ。小銭を投げないでください。無礼ですよ、皆さん。やめてください。射的ゲームではありません。違います。すいませんね。賽銭箱漁るのは普通に犯罪やぞ。いや、普通に賽銭箱漁ってません。ちょ、待って、ちょ、待って。待って、小銭投げないでください。まったくもう。どうするか。じゃ、みんなが射的やってゲームをしだすから。しゃあないので、こっちに移動しますわ。どうも、皆さん。神ですけど、どうも。近いんですけど、どうも。パスタだーじゃないんだよ。神様ですのでね。じゃ、皆さん、ちょっと神に対する態度じゃなくないですか？うるさ、眩しい。え？まあ、神なんでね、多少は、小銭っつって2万投げるのやめてください。マジで怖いんでやめてください。はい、ということでね、本日は神様しぐれういのところへ、参拝いただき誠にありがとうございます。カルボナーラください、神様。後ろパスタじゃない。マジで何回も言いますが、この後ろのやつは五香なんでパスタではございません。大喜利企画だと思ってた。違います。俺ペペロンチーノで、カルボナーラ。俺ミートソース。ね、パスタリクエストすんのやめて。私の今日の昼ご飯パスタだったんだけど。まあ。いた。